板垣学はジムを移籍し、先輩幕の内一歩との一戦に臨むことになった。最大の目標にたどり着いた板垣は決戦に備え、自分の全てを尊敬する先輩にぶつけるために。なあ七子、いい加減機嫌直してくれよ。先輩との試合が決まってからろくに口も聞いてくれないんだからな。当たり前でしょ。なんでお兄ちゃんと幕の内さんが試合しないといけないのよ。七子に分かってもらえるか分からないけど。学君、バトンタッチだ。幕の内先輩から託されたバトンを俺は京介に勝って受け取ったんだ。そして先輩の背中を追い続けてきた。あれからずっと勝ち続けて、もう目の前には先輩の背中しかない。手を伸ばせば届くところまで来たんだ。でも七子本当に嫌だよ。幕の内さんとお兄ちゃんが殴り合うなんて。ごめん七子、でもそれがボクサーなんだ。七子、見に行かないからね。ちゃけど怪我しないでね。七子、幕の内さんにも怪我させちゃダメだよ。それじゃボクシングにならない。いや、今の僕ならできるかもしれない。一発ももらわず、逆に一発で先輩の意識を断ち切ることが。先輩には小細工は通じないけど、自分のボクシングを貫くしかないんだ。学君、君の気持ちは分かっている。その上で全力を尽くして勝たせてもらうよ。ラウンド1ファイト。違うぞ。ラウンド2ファイト。
Fight!
し合うぞ。理想的な試合展開になってまいりました。パンチはすごいや。Itagaki のスピードは常人離れしておる。とにかく足を止めさせるんじゃ。はい。ラウンド5、ファイト。俺も打ち合うぞ。右左右左。右左。右左。体動かないんですけど。右左。右左。
右左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 
6 7 8。間違いない、最強のチャレンジャーだ。第6ラウンドのゴングが鳴りました。
ましたよ。